岐阜タンメンっていうラーメン食べてみてください。これね、一回僕岐阜に行った時に食べてみたんですけど、確かにめちゃくちゃうまかった。もう一回岐阜にあることがあったら絶対食べたいですね。はい、どうもこんにちは、くれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は本日更新日ということで動画撮っていきたいと思います。はい、ってことで、まあ今日はですね、プロスピ2024が発売されたりであったり、また NPB、そして MLB もね、クライマックスシリーズ、チャンピオンシップシリーズっていうところで、もう野球一色のね、そんな日になっているかなと思うんですけれども、まあそんな中ね、ちょっと僕も配信だったり動画だったり、ちょっとどちらもね、強化期間ということで頑張っていきたいなというふうに思ってますんで、まあかなりね、動画だったり配信のその供給量っていうのは増えると思うんですけど、まあぜひね、お時間が合うときに、見たいときに見ていただければ嬉しいなと思います。まあそしてね、ぜひおこいつ頑張ってんなと、ようやっとるなと、思ってもらえたらぜひとも高評価チャンネル登録とかね、していってください。で、まあそのプロスピ2024に合わせた更新日だったということで、まあ関連のガチャ来るかなと思ったんですけど、この発売中のドーンっていうバナーだけで何も来なかったっすね。いやー、ちょっとこれは予想外でしたね。ということで今日の更新はガチャは帯の狙い撃ちと先発追加だけでしたね。で、イベントがプロスピタワーが来ましたよというところなんですけど、累計に関しては普段だいたいね、このイベントだと覚醒塔セットで来るんですけど、そこの登場はなくて通常の S1 契約書が来るという流れにね、なっております。まあ、ただしれっと試練大解放がね、今日から1週間来てるんですよね。これなかなかありがてえ。これから来るガチャに備えろってことかな。で、あと今回出てる先発の選手はね、かなり能力が変わってる選手多いんで、まあ、ちょっと今回はそのあたり結構注目してみていきながら、ガチャというね、流れでいつも通りやっていこうかなと思います。じゃ早速本編行きましょう。どうぞ。さあ、ということで、まずは一人目、阪神、村上選手ですね。はい、こちら全体的に能力が上がりました。まあ、特に制球に関しては、もうデフォから A に乗りましたね。で、中継ぎの適性が今回消えちゃったんですよね。実際のシーズンでは最後の方に中継ぎやったり、CS でも中継ぎのね、登板あったんですけど、まあ、そこがちょっと反映はされなかったという感じですかね。で、あと変わったところで言うと、もともとこの村上選手、第2球種にスラーブがあったんですけど、それが超スローカーブに変わりましたね。まあ、このあたりの反映はね、結構早いなという感じでしたね。続いて、広島、トコラ選手ですね。こちらはですね、ステータス変わってなかったんですけど、中継ぎの適性が消えちゃいました。なんで今までね、結構この高ステータスで中継ぎに置けるっていうのが、まあ、強みではあったんですけど、それができなくなっちゃうかなと。で、球種はマッスラとシンクスプーですね。この2つは強化になったんですけど、ただ超タイピン20丸が消えちゃったんですよね。まあただ結局どちらも、まあ、変化量っていう点で言うとマッスラはね、上がってるし、元々の状態で、まあ、めちゃくちゃ痛いっていうほどの感じでもないかなとも思うんですけど、まあでも超タイピンチ20丸中継ぎできるバージョンを持ってる人は、まあ、投入する場面も含めてね、起用法の幅とかも含めてシリーズ1の方が使いやすいかなとも思いますね。続いて、ベイスターズ、東選手ですね。はい、こちら、制球とスタミナがアップ査定になりました。で、球種がですね、全体的に強化になりましたね。B 球種が4つ。で、特に大きなポイントとしては、ツーシーム C で、なおかつタイピンが今回ついたんですよね。なんで、もともと東選手のツーシームって、変化量で言うと B 扱いだったんですけど、まあ、それがタイピンによって上がるんで、実質 A になると。いう形になると思うんですよね。ちょっとまだ僕映像も見れてないんですけど、おそらくその形になっていると思います。続いてジャイアンツ、戸郷選手。はい、こちら球威がアップ査定になりました。で、球種はシュートがですね、追加になりましたよというところですね。もともと右方向はなかったんですが、ここで追加になりました。で、コントロールが対ランナーに変わったんで、まあ、ここはちょっと若干の弱体化かなではありますが、まあでもシュートっていう持ち球1個増えたのは、まあまあ面白いかもですね。続いて、ヤクルト吉村選手ですね。はい、こちら球威がアップ査定になりました。で、あとは中継ぎの適性がね、もともと持ってたんですけど、ここ消えちゃいましたね。で、球種で言うとフォークがスプリットに変わったっていう変更なんかが入ってますね。続いて、中日、小笠原慎之介選手。はい、こちらすでにセレクションでもね、出てるんですけども、てかこの写真がなんか、めっちゃカメラ目線というか、めちゃくちゃ目が合う。はい、で、能力的には制球とスタミナがアップ査定になりましたよと。で、球種は今回フォークが追加になったんですよね。なんで今までの球種とだいぶ見た目が変わったなっていうね、感じですけれども、まあ、ここは大きな変更点ですよと。ただ今回タイピンが消えちゃいましたね。まあ、そこはちょっと痛いな。ただこの小笠原慎之介選手もね、メジャー挑戦を表明してるんで、まあ、もしね、向こうでの契約を勝ち取るという形になれば、これがね、通常 S ランクは一旦しばらく最後になる可能性もありますね。続いてオリックス宮城選手。はい、こちら制球とスタミナがアップ査定になりました。で、球速が全体的にね、上がったんですよね。今回155キロマックスストレートが出ます。で、特殊能力外角がタイピンになりましたね。なんでここも嬉しい強化かな。宮城選手の中では今までで一番強いと言ってもいいかもね。
と思います。続いてロッテ佐々木朗希選手ですね、はい、こちら9位制球ダウン査定スタミナがアップというね形になりました。でスライダーがね今回強化になってて B になりましたね。あとは特段大きな変更はなかったかな。だからプロスピン2024の方でね導入されてるこの佐々木朗希選手めちゃくちゃ似てましたね。まあエースもめっちゃ似てるけど。続いてホークス有原選手、はい、こちら9位がアップ査定になりました。でカットボールとスプリットですね、この2つが強化になってて Wii 球種が4つ、でツーシームは今回 C になっているというのもかなり大きなポイントですね。まあここはでも実際のねシーズンでの活躍もありますから、まあ、あとはオール A も今回狙えるということでリーグ的にも結構強いですね。続いて楽天早川選手、はい、こちら9位と制球がアップ査定になりました。で称号で9位制球 AA 同士までね一気に狙えるっていうところで、まあ、ここもかなりいい評価をね、受けたかなと思います。ただ特殊能力タイピンが伸びになっちゃったんですよね。まあここは若干弱体化というところでありますけど、まあそんなに早川選手をねこうリアタイで使ってるよって人は、まあ、純正だといると思うんですけど、12球団はあんまりいないと思うんで、まあリーグで考えたら断然ねもう強化なんでここは喜んでいいのかなとは思います。続いてライオンズ今井選手、はい、こちら制球がアップ査定になりました。で球種でいうと高速スライダーと縦スラ、この2種類のスライダーが強化になってますね。であとは球速ですよね、これが全体的に上がっててナチュラルシュートに関しては159出るんでね、まあかなり早いですよね。でさらには特殊能力でタイピンも追加ということで、ナチュラルシュートがこれタイピン出ると A になりますね。でラストが2番目伊藤大海選手、はいこちら9位とスタミナがアップ査定になってます。でストレートが今回 D から B に上がりましたね。なんで B 球種が裏含めて4つになりましたね。ただ今回こちらもタイピンが消滅ということで、ちょっとリアタリ使ってたっていう人に関しては、まあ、若干弱体化になるかなっていう感じですね。はいってことで、まあ以上今回の12選手なんですけども、まあ狙いで言うとですね、まずいるんですが、その中でも東選手と有原選手かな、まあ、この2人を特に狙っていきたいかなと思ってます。ただ、まあ、今回ドラフトもね回したい気持ちはあるんですが、まあ、これからねもう間違いなくエナジーがかかりまくることは確定しますので、まあ、とりあえず今回は小森までで行こうかなと思います。まあ、東選手に関してはちょっとね、まあ、自チーム関連のガチャでも狙える可能性あるし、てかマジで今回プロスピ2024の福袋っていうかガチャ来ると思ったんだけどな、まあ、そこでこの東選手とね大貫選手まだ取れてないんで、そのあたりダブルで狙えたらめちゃくちゃ美味しいんですけど、まあ残念ながらポーズという感じでした。で改めてになりますけど、プロスピ2024のね昨日ちょっと深夜にね、発売ということで、まあ、その配信をやってたんですけど、見に来てくれた皆さんありがとうございました。まあ、もう遅い時間にもかかわらずね本当にたくさんの方が最初からね最後まで見ていただいて非常に盛り上がったんですけれども、まあ特にやっぱ僕がプレイした感想の話で言うと、やっぱ一番はね PC でプロスピができるっていう感動、これがめちゃくちゃ大きかったですね。まあ、僕は Steam 版で PS5 と Steam で今回出てるんですけど、僕は Steam 版でやってて、まあそこがまず一個と、まあ、あとはやっぱとにかくグラフィックの進化ですよね。まあ、そのもうハイエンドモデルというか、もう本当にスペックが高い機種でしか今回遊べないっていうことになったんで、まあ、その分ね、もう出し惜しみせずグラフィックもこう出せたというか、っていうのはすごい感じました。で一番ねすげえなと思ったグラフィックの表現は、僕やっぱハマスタの西日が入ってるシーン、デーゲームの終盤のイニングとかになると急にこうスタジアムの光の感じが変わって、まあ、そこがね結構感動しましたね。今まで見た中でも一番良かったと思います。まあ、まだ全然見れてない要素もいっぱいあるんだけど、であとは音声合成 AI による実況のクオリティ、まあ、今作もね僕も何度かお世話になっている三橋大輔さんという方が、実況されてるんですけど、まあ、このアプリとも一緒ですね、プロスピエースの実況もされてる三橋さんが担当されてますけど、もうアプリだと結構そのテンプレのセリフというか、豪快なスイング打ちましたとか、なんかもうテンプレがあるじゃないですか。ただそれだけじゃなくて、その2024の方は前の試合のデータであったりとか前年の成績とかっていうのを、絶対三橋さんはそれを収録してるわけじゃないんだけど、 AI によってさらっと読み上げちゃうっていうのが、まあ、今回の目玉の機能としてあって、いやそこがねなかなかすごいなと、まあ、特にやっぱ試合をねじっくりやりたいっていう人とか、まあ、ペナントをねもう堪能したいみたいな、そういう人にとってはやっぱたまらないっていうね、本当に進化が多いんじゃないかなと思いますね。でオンラインの方は今日の昼からね始まったんで、まあ、またちょっとそっちはねいろいろと、まあ、動画だったり配信だったり、別途やろうかなというふうに思ってます。もしかしたらこの動画が出ている前後で1本出してるかもしれないです。もうすでに1本で実は動画は撮ってるんで、編集が間に合ってたらもう上がってるかもしれない。はい、ってことで、まあ、前半がこれで終わりかな。でも、まあ、プロスピの話もそうですけど、クライマックスシリーズ、実際のね、プロ野球の方も、今 DeNA がね、特にかなりここまでね、阪神とのファーストステージといい、まあ、巨人とのね、初戦も制しまして、
まあ、いい戦いをねしてくれて非常に嬉しいですね。まあ、怪我人が本当にね出まくってて、今日も伊藤光選手の離脱なんていうニュースもあって、もう一勝するごとに一人いなくなってんじゃないかっていうぐらいね、もう怪我が相次いじゃってるんですけど、まあ、でもその中でもね本当に選手皆さん頑張ってますんで、応援することしかできないんですけど、まあ、盛り上げていきたいなというふうには思っております。ということで、まあ、ちょっとなんか来季はね規約の関係でもしかしたらできなくなるかもみたいな話もあるんですけど、まあ、今シーズンはまだできるんで、ちょっと観戦配信とかもね、昨日もやりましたけど今日もねやるし、まあ、できる日はねなるべくやっていきたいなと思ってるんで、まあ、ぜひよければね、多分さすがに巨人とのこのファイナルステージはね中継全試合あると思うんで、日テレだし、ファーストステージはねセパともになんか中継が全然ない日とかもあって、人によっては見れないっていう人もね、僕はスカッパープロ野球セットで全試合見れたんですけど、まあ、なかなかねそういうサブスク系とかを契約しないと見れないっていう、まあ、ちょっと悲しい現状もあったんで、まあ、それもただファイナルはねなさそうなんでね、まあ、ぜひみんなで一緒に見ましょう。あとは全然巨人ファンの方でもいいし、 DeNA ファン以外お断り配信ではないんで、全然プロ野球ファンの方、他チームのファンの方、もうすでに今シーズン終わっちゃってるファンの方とかもぜひね一緒に楽しんでもらえたらなと、プロ野球ファン全体でねちょっと楽しんでいける配信にできたらいいかなとは思ってます。なんでまあ多分今日もこの動画、おお確定した、この動画が出てる頃には多分やってる、まあ、もしかしたらこの動画が編集間に合ってなかったら遅くなってる可能性あるけどと思いますんで、ぜひねよければ配信も見に来てください。さあということで、確定出ましたんでここまでで終わります。さあ狙いは東選手、有原選手の2選手どっちか、なんで自チーム確定が来たら超ハッピー、来い来ちゃい、いやじゃあもうカメラにかけるしかない、お願い久々のカメラ見せてくれ頼む、お願いカメラカーメラ、いやーないか、じゃあ有原選手でお願いします。まあ、でもカメラ来なくてもね来るパターンあるんで、ってことで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひともこの動画少しでも参考になった、今日の更新より理解できたという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひお時間ある方はね配信でもお会いしましょう。さあ最後出る選手は誰になるんでしょうか、どこで来る、2枚目来ない、アドア選手のプロスピーめっちゃ似てた、プロスピー2024、一番トップ1、2と言ってもいいぐらいかも、3枚目、あー違うか、どこだ、4枚目、おー今井さんセレクション持ってるけど継承悩む、まあでも継承ありやな。